花火は午後7時から札幌の大倉山ジャンプ競技場と羊ヶ丘展望台の2カ所で打ち上げられました。コロナ禍でオンライン開催となった札幌雪まつりのファイナルイベントとして開催されたもので、来年こそは雪まつりを通常開催したいという思いが込められています。わずか3分ほどの打ち上げでしたが、新型コロナの収束を願う色とりどりの花火でオンラインでの札幌雪まつりはフィナーレを迎えました。